1989年11月4日未明オウム真理教の活動を批判していた坂本堤弁護士妻の聡子さん長男で当時1歳だった辰彦ちゃんが麻原こと松本死刑囚の指示を受けた教団幹部らに殺害されました一家が眠る神奈川県鎌倉市の寺には遺族や堤さんの同級生同僚だった弁護士ら多くの人が訪れ墓前に手を合わせ 冥福を祈っていました。この二十何年、八年ですか、ですから、もう本当、声来れば、思いをまた新たにする、坂本事件が終わったからいいということじゃなくて、えー、自分の中にやはり本当に腹に落として、考えなきゃいけない問題なんだな。